ジョンズ・ホプキンズ大学ポール・ H ・イチ・ニッツェ高等国際関係大学院はアメリカ合衆国の私立大学ジョンズ・ホプキンズ大学の一部でありワシントン DC に本拠を構える国際関係学国際経済学に特化した大学院である。聖は米国メリーランド州に本部キャンパスを置くジョンズ・ホプキンズ大学の一部であるが独立した大学院として 実務家向けの国際関係学、国際経済学に特化したプログラムを有する。ワシントン DC を本拠とし、イタリアのボローニャ、中国の南京にそれぞれキャンパスを有する。主要なプログラムとして、2、3年の実務経験を経た学生向けの2年間の国際関係学、国際経済学の修士課程のほか、より実務経験の長い学生を対象とした1年間の 国際行政学習士課程及び博士課程を持つ。また、2014年度より国際経済金融学習士課程が開始された。2013年2月、MA プログラムは合計826名、MIP プログラムに89名、PHD プログラムには47名が在籍している。主なプログラムに関しては以下の通りである。なお、 南京校のみで提供されるプログラムは、講談の南京校の項目で説明される。マスター・オブ・アーツ最も多くの学生が取得する学位。国際関係学に係る修士号であり、さらに専攻として、国際経済学及び講述する領域、地域分野が付与される。16科目の履修が必要であり、4学期間での修了が標準となる。この MA プログラムで学ぶ学生は、 ワシントン DC 校で2年間、もしくはワシントン DC 校とボローニャ校で1年ずつを過ごすのが一般的である。マスター・オブ・インターナショナル・パブリック・ポリシー一定の職務経験を積んだプロフェッショナルを対象としたミッドキャリア向けプログラム。8科目を履修し、フルタイムで2学期間かけて終了することができる。なお、開講される科目に関しては MA プログラムと共通である。 必修科目は指定されないが、選考を選択する場合には、それぞれの選考ごとの要件を満たす必要がある。マスターオブインターナショナルエコノミックス・ Economics 2014年度より開始されたプログラムで、より経済金融分野に特化する。16科目の履修が必要であることは、MA プログラムと同様であるが、秋学期春学期に加えて夏学期お及び冬学期の、 集中講義を行うことで、履修期間は11ヶ月に短縮される。そのうち14科目は、ミフプログラムのみの科目として開講され、2科目を MA、ミッププログラムとの共通科目から選ぶことになる。一般的に、国際関係学の分野では、世界で最も優れた大学院とされ、2005年には、米フォーリンポリシー氏が1000人の専門家を対象に調査した結果、 その65%がセイの修士過程を最優秀プログラムに選んだ。それ以来、同志の行うランキングにおいては、セイはジョージタウン大学と常に首位を争っている。ジョージタウン大学ジョンズ、ホップキンズ大学、ハーバード大学プリンストーン大学コロンビア大学タフ、ツ大学ジョージ・ワシントン、大学アメリカン大学ロンドンスクール・オブ、エコノミクス・スタンフォード大学セイの、 MA プログラムにおいて学生は必ず専攻分野として国際経済学を学ぶ。そのため修了要件として課す経済科目は他校よりも多い。これは国際関係分野における経済学の理論、実践を重視する工夫を示すもので、聖の特色ともなっている。聖のもう一つの特色は語学学習であり、 2 2及ぶ言語について初級から上級までの科目が開講される。MA プログラムでは母国語ではない言語を一つ履修することが求められ、その言語で一定のレベルに達することが終了要件となる。すべての学生が1年、または2年間を過ごすワシントン DC は、米国連邦政府機関や各国の大使館のほか 世界銀行や国際通貨基金をはじめとした数々の国際機関が本拠を置き、また制の本部であるニッツムネはブルッキングス研究所、カーネギー国際平和基金、国際開発センター及びパターソン研究所に隣接する。このため、米国や諸外国の要人、国際機関、シンクタンクの関係者が客員教官として授業を行い、 セミナーを開催することが少なくない。同時に、それらの機関へ就職する卒業生も多く、特に世界銀行を中心とした国際機関での人脈は、セイマフィアと呼ばれる。セイは、他の大学院との副学位プログラムを有しており、以下の定型校の各修士プログラムとセイの MA プログラムを組み合わせることで、個別に修了する場合に比べ、半年から一年。 家庭を短縮することを許可している。なお、公式に提携関係のない大学院に関しても、同様の短縮要件が適用されることがある。また、過去に経済学など関連分野で別の修士を取得している場合も、同様に履修期間の短縮が認められることがある。聖は、第二次世界大戦下の1943年に、 ポール・ニッツェ及びクリスティアン・アーチボルド・ハーターによって設立され、その目的は国際政治におけるリーダーの育成にあった。1944年に15名の学生を初めて受け入れて、以来規模を拡大し、1950年にはジョンズ・ホプキンズ大学の一部となった。1954年にラング運行を、1955年に ボローニャ校、1986年には南京校を開設する一方、留学生の数も増加をたどり、国際的なプレゼンスを確立した。2006年からの付属の米韓研究所は、ワシントンにおける韓国の足場となっている。正義の学生は、国際経済学に加えて、以下の分野から一つもしくは二つの選考を選択する。2012年度には、 ワシントン DC 校で640名、ボローニャ校で200名、南京校で180名が学ぶ。留学生はそのうち3分の1ほどであり、70以上の国から集まっている。また、米国籍の学生に関しても留学もしくは、国外での実務経験を有する者がほとんどであり、全学生の70%が何らかの形で国際経験を積んで入学する。 セイジャパンクラブでは、セイの学生で日本に興味のある者同士の交流、情報交換が行われている。各種イベントのほか、日本語話者である学生による日本語学習者の補助を目的としたランゲージテーブルなどが企画されている。1943年に開設されて以来、セイの中心機能を担ってきた。他のキャンパスで学ぶ学生もほとんどが1年間を、 ワシントン DC で過ごす。校舎はデュポンサークル近くの大使館外に位置し、著名なシンクタンクに囲まれる。世界銀行や国際通貨基金といった国際機関の本部が徒歩圏内にあり、授業などを通した連携のほか、関連するイベントが頻繁に模様される。1955年に開設されたボローニャのキャンパスでは、MA プログラムのうち約半分の学生が、 最初の1年間を過ごす。1000人の教授陣に加え、欧州の著名な学術機関から客員講師を招いて、カリキュラムが組まれ、ワシントン DC 校での1年間と合わせて、多様な視点からの学習機会を提供する。ホップキンズイコール南京センターと呼ばれ、生徒南京大学の提携によって1986年に設立された。 中国人学生向けの英語による授業と、留学生向けの中国語による授業が開講されている。米中双方の文化、社会を尊重するという開校当時からの精神に基づき、学児歴においても両方の祝日が含まれる。また基本的に善良性であるが、学生数の増加により修士号を目指す学生は、キャンパス外に居住することも許可されている。 学生はほぼ同数の留学生と中国人学生から構成され、1年間のサーティフィケートプログラムには学部課程を終えた学生のほか、他校の大学院修士課程に在籍する学生が、そのうちの1年間を本学の南京校で修学するものがある。取得できる学位は以下の通りである。サーティフィケート1年間のプログラム。履修科目の選択自由度は高く。 留学生は中国から国際関係を俯瞰する視点を得る。国際関係学修士2年間のプログラム。修士号を得るためには論文を自らの目標言語で表し、発表の上認められる必要がある。またこの修士号は、生徒南京大学療法から与えられる。専攻は中国学、国際政治学、国際経済学、比較国際法学がある。 国際関係学修士、サーティフィケート合計2年半のプログラム。本プログラムを修了するには、南京センターにおいて1年間、ワシントン DC において1年ないしは1年半の、合計2年半の修学が必要となる。修士号は、生意によるものであり、サーティフィケートは、南京センターから与えられる。修士号における学生の専攻は、中国の地域専攻とは限らず、 上記の領域、地域選考から任意に選択する。ジョーンズ・ホップキンズ大学、ライシャワーをアジア研究所は1984年に、ライシャワー家からの協力を得て設立され、アジア、太平洋地域の研究を主題とする。特に、日本研究に重点が置かれ、現在は、ケント・イーカルダー博士を所長として、 米国首都ワシントン DC における日米の相互理解の拠点の一つとなっている。英語版ウィキペディアより抜粋。ありがとうございます。